続きも川奈奈美のデフットラジオ,ラジオ最近は、えー、スラムダンクまた見始めましたアニメゲームで歌を歌っているずきもです 最近はホラーゲーム実況を見ることにハマっています <laughs> ゲームで歌当たってる川菜奈美ですこの番組はアニメソングゲームソングをテーマに二次元コンテンツが大好きなリスナーの皆さんへ最高のデュフデュフをお届けする番組です 84.1MHz FM サルースで生放送中 YouTube ライブでも同時生配信中です FM サルースのホームページトップ画面のところにも表示されておりますのでぜひそちらもアクセスしてみてくださいお願いします また FM サルースはスマホアプリ FM プラプラでもお聞きいただけますぜひアプリもインストールしてくださいねさらに JCBA サイマルラジオでも FM サルースをお聞きいただけるようになっていますインターネット経由でもぜひお聞きください本日も17時30分までどうぞお付き合いくださいお願いしますということで始まりましたリフ f t ラジオはいということでえっとフォローリツイートキャンペーン第4弾が今 行って、はい、実施しておりますが、はい、本日締め切りでございます、はい、皆さんまだやってない人ね、はい、参加してくださいリツイートフォローしてリツイートして、えー、抽選結果までドキドキお待ちくださいよろしくお願いします <laughs> はいということでなんかすごいね目の前がイルミネーションでそうなんですよクリスマスシーズンですね早いね本当に早いよねもう十一月か十二月かっていうところですよねそうなんですよで十一月あれ十月末だっけ M3 がありましたかあそうですね十月の三十日あれもう十月の出来事ですねそうなんですよ M3 皆さんありがとうございましたありがとうございます初めての参加だったよねはいそうなんです初参加ですいやなんかもうすご人人人 こんなになんかあのコロナ明けでこうやっぱにぎわってるのを見るのなんか嬉しいですね。ああ大学の祭典みたいな感じですごい嬉しいですね。うんうん、ね私も久しぶりだったんだけどああいうイベントうん、うん、あそういやこんな感じだったなみたいな思い <laughs> 出しました、うん。2年ぶりぐらいだったんでうん、うん、ああすごい懐かしいなっていう。 いやなんかもうあの本当になんだろうな皆さんの行動を見るのが私はちょっと密かに楽しんでおりました。ああいろんな人いるよね。そうですよ人間関係苦手にしてました。そう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  <laughs> でもやっぱこう結構さこう遠くから来てくれる人とかとゆっくり話せる時間だったりするんで、うん、すごい私的にはあのとても大事な時間でしたねうん、うん、そうですよね、うん、この M3 の機会にちょっと東京来てっていう方もやっぱいらっしゃいますもんねいや本当にでなみちゃんは どっか行くんだよね<あ>今度それその感じでどこ行くんだっけあの十一月の十八日と十九日にですね、うん、あのえっと福島県にちょっとお邪魔させていただきましてナミちゃんが今度は遠方に行くと <laughs> はいそうですね <laughs> 遠方から来てくれる人と <laughs>、はい。 そうなんです。あの来年の三月十一日に、うん、あの東京 M X さんの放送で、うん、えっとミュージックアーカーという番組に初テレビ出演をさせていただくことになりました。うんうん、すごいやこしさんも拍手してる。うん、いはいありがとうございます。という感じであの初テレビ出演ということで、うん、私もすごいじゃん。かなりしかも今月なんですよねもう収録がああそうなん。 なんだはい、<ー>もうドキドキで。あれ、いつ放送されるとかは、ゆ、あれですかね。そうですね、来年の三月十一日に。そこだけ、そこの日に放送されるんだ。そう,ねはい、そうなんですな。なるほど、そっか、そっか。なので、あの。 当日十一月の十九日にはですね、うんうん、福島県の浪江町で開催されます。復興浪江町東海地祭りに参加させてもらって、楽しみつつ。あとあの収録、公開収録が。お、何の。歌,歌ですか。はい、歌です。 あるんですよなのでぜひ福島の皆さんと一緒に楽しんでえーえー、いいな私も帰りたい実家 <laughs> 来ます。来ます東北生まれの <laughs> 私は <laughs> 福島初福島なので福島、ね、初テレビ出演初福島すごいなまって帰ってきたらどうしようああそれもそれでなんかいいなあったかいな,なんか。<laughs> 方言好きなんであれあれ。いや、すごいよ、多分。あの、福岡とは全然違う。ああ、そう。そう、私福岡県出身なんですけど、あの端っこから端っこに行くみたいな感じですよね。そうだ。生まれが福岡から、今回福島に。お邪魔させた。そんなに北に行くの、じゃ初めてって感じ。初めてです。じゃもうそれも含めて、青森、青森じゃねえ福島。自分の地元らし青森は真央さん。福島。福楽しんで。若干。もしかしたら。 雪とか降ってくるかもねあそうなんですよもしかしたら福島だとだから初雪とか,、うん、しかし初のその冬の寒さを感じるのは私は福島になるかもしれないですねすごい寒いと思うよ多分あ本当ですか、うん、結構寒いとあ、じゃあちょっと傍観していかないといけないな、うん、いいと思うでも十一月だったらさ,さすがに雪はないかうん,うん。でも結構寒いと思う ちょっとあお祭りに参加してとあのぬくぬくしながらいいですねご当地のなんかご飯とかも食べるのすごい楽しみなのではいと思いいますすご楽しみつつ頑張りつつでテレビだからでもほら太んないようにしないとあそうですねちゃんとしっかりケアして船越さんみたいにシュッとして本当ですさっきもねオープニング前にねトークさせてもらってすごいんですよ超かっこいい。 いやもう <laughs> あのずっとええって言ってましたマジすかね驚きの連続ラジオ開始直前までなんかね話をのめり込んで聞く定年そう三十秒前ぐらいまで話してましたギリギリまで話してましたねええみたいないやもそんなこじ散エピソードがもう色濃すぎてそうですねまあ今日もね逸念な感じで今日はお送りできればと思いますねワイワイやっていきましょうか行きましょうはいということでございましてえっと詳しい宣伝の方はエンディングの時にお話させていただき ければと思いますので、はい、皆さん最後までどうぞお付き合いくださいませ。さあ、それでは続いて、曲紹介のコーナーに移ります。はい、真央さん紹介お願いします。はい、ええー、真女神転生デビルチルドレンから伊藤直インフィックスゴーラウンド。 勝手にランキング <laughs> このコーナーではお題にちなんだアニソン・ゲーソンから私たちそれぞれが思うベスト3を作品とともに語るコーナーですいい 1>, 1位の曲は後日どこかで歌ってみようと思ってます、はい、皆さんからのデュフッとするコメント略してデュフコメもお待ちしておりますー YouTube からはコメント欄へ ツイッターからはハッシュタグデュフラジを必ずつけてコメントしてくださいね。はい、ゆなぎ店さんが早速、はい、ありがとうございます。コメントパチパチとテレビ出演すごいありがとうございます。頑張ってきますい。頑張れ頑張れありがとうございます。引き続きコメントお待ちしております。それでは本日のお題はこちら。宇宙を連想させるアニソンゲーソン。 うん壮大です <laughs> 壮大です今日もね回帰月食あるからね本当ですね、うん、ちょうどいいちょうどいいかもちょうどいいテーマですね分かってたんだねあ 分かってましたよ、それはもちろん。<laughs> <laughs> えー、皆さんの思う宇宙を連想させるアニソンゲーソンも紹介したいので、ぜひコメントお願いします。はいさあ、それでは早速、真央さんの三位から伺ってみましょう。はい、えー、私の、うず、私の。宇津木真央の宇宙を連想させるアニソンゲーソン第三位は。 えー、小松梅保さんで、ね、輝ける星です。うん。ああなんかもう。 奈美ちゃんには言ってるかもしれないんですけど、私小松美穂さんがすごい好きなんですよ。うんうん、そうですね。よく聞きます。そうなんですよね <laughs> で。奈美ちゃんが小松美穂さんの曲をめっちゃ歌ってくれる。んで、はい、<laughs> すごい、<laughs> あの私的には、あの俺得って感じなんですけど。<laughs> まあ、この曲も、あの、うん、ちょっとこうな、た、確かね、確かにんぺペンギンマん,ぺん,んま,まるのエンディングだったんですけど。うん、あのアニメが、ちょっとこう、お子ちゃま向けのアニメなんですけど。うん、いいエンディングに、この曲が流れてきて <laughs>。 なんとこのいい曲すごいねそう思った記憶んかアニメとのギャップがありまして結構お子ちゃまお子ちゃん向けみたいなお子ちゃんだったんですけど当時お子ちゃんだったんですけどんかんだろうそのアニメの内容よりもなんか素敵な曲このサビがすごく好きでちょっと聞いて歌ってほしいこれ。 すげえいいのよ。 やっぱ爽やかですよね小松美穂さんナミちゃんも爽やかだからそうなんですよあのライブでカバーさせてもらってますよね小松美穂さんを知ったきっかけぐらいの曲ですかねこれはなんでちょっと思い入れのある曲ですそうなんですねじゃあもう小松美穂さんきっかけですねこれは思い入れのある参議院という感じですはいじゃあ3位は小松美穂さんから入りましたということでそれでは続きまして川菜奈美の 宇宙を連想させるアニソンゲーソン第3位は「セーラームーン」よりダリさんで「ムーンライト伝説」いやー鉄板ですねこれは。なんかあの これ最初に、あのー「セーラームーン」見てた時ちょっとちっちゃかったんですけど、あのーうん、そうだよね奈美ちゃんの世代よりはだいぶ前私世代だもんねああそっかそっか無印はもう、あのー、ひたすら見てたんですけど、うん、<laughs> このシリーズを「セーラームーン」シリーズを最初にそのエンブレムが あるんですよ、ね、そのセーラー戦にあれ私なんか星座だと思っててエンブレムの,の文章がああなるほどなるほど章が、はい、ちょっとでも分かるわかるそうですよ、うん、あ違うんだって最近になって気づきましたそうなんだあの金星とか火星とかのマークなんですけ、ね、そう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 それをめっちゃ言ってるじゃん。そう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 ってそうん、<laughs> なうそ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 う 今回のテーマに合うなと思ってそれぐらいちょっと安易な気持ちに入ちゃったんですけどでも懐かしい懐かしいあの私はもう返信するセリフをなんか永久に覚えられなくてお母さんになんて言ってたのあれなんて言ってたのお母さんあれなんて返信してるのってめっちゃ聞いてた記憶がありますそう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 あのポーズとかも結構難しいです難しいよね女性立ちぐらいなみにちょっと難しい一番あのアミちゃんのこのあこれね し分かる分かるぜひあの変身ポーズ多分 YouTube とかにあると思うんで見てみてくださいさ懐かしいちょっと真似してみたくなるけど難しい感じのこの歌でも私好きすぎてそれこそお母さんに歌詞書いてもらって実家のふすまにずっと貼ってもうねやってくれたよ熱烈なファンです熱烈でしたよあすごいそんな私そうだなもう一気見してたのでそのかそうかでも世代がねちょうどかぶってるんでああそうか 思い出深いですね。うん、私にとっても思い出深いですね。私も結構シリーズをもう全見ぐらいしてたので、うん、今も好きな作品、ね。いいよね。宇宙を連想させる。連想されるわこれはセーラームーンでした。エードセードス。ドスはいありがとうございます。はい、さあでは続いてマオさんの第2位聞いてみましょう。はい。鷺、え、木、ー、マオの宇宙を連想させるアニソンゲーソン第2位は。 『スーパーマリオ・ギャラクシー』の BGM から天文台のロゼッタあめっちゃいいこの曲が流れてる場所がどこかと言いますといろんな惑星に飛ばされるんですけど、うん、なんかこう星を集める話なんですけどうん,、うん、なんかもう敵と戦って戻ってきてあのいろんなところに飛ぶドアがある。 ところなんて言えばいいのかな<ー>なんかこう<え>なんかホームになるところというかそこで流れるんですよこの曲があ。そうなんですねそうでこの曲が流れると「はああ帰ってきたな」みたいな「<laughs> 帰ってきた」っていう感じ<ー>でロゼッタがいてあのちゃんとそこにうん、うん、でちょロ,ッタロゼッタに話しかけて「行ってきたよ」みたいな感じで<ー>「帰ってきたよ私」みたいなそういうところで流れるんですよね。<laughs> なんかあのー、今頭のあののの今頭中に あの任天堂の六十四、六四の、あ,<ー>あの城の中に帰ってきた。

なくなっていってみたいな、<ー>そういう,うあのところなんですよね。そういうなんかコレクター精神こう刺激させるようなのもめっちゃ好きだな。なで、ウィーで出てて、<ー>そうウィーで出た当初に出たやつなんですけど、うん、もう初めてこう 3D でなんかこう向きがもうすごい変わるみたいな。 なんか宇宙だからもう反対にもなるしこう地球のこう反対側に立てたりとかもするからもうなんかね感覚が分かんなくて最初すごい苦労した記憶がめちゃめちゃある <laughs> みたいな最近のの現代ならではの今は当たり前になっちゃったんですけどねうん、うん、その当時は結構 Wii ではむずいこのゲームみたいな感じでした私から。ロゼッタさんの あの癒しだね。癒しですね。はい、もうなんか安心しますもんね。んめちゃめちゃいい。ほん確かにホームに帰ってきた感でホームです,すこの曲は。はい。はい、というにでした。はい。ありがとうございます。はい、さあでは続いて川七海の宇宙を連想させるアニソンゲーソン第2位は 2> <laughs> マクロスフロンティアよりシェリルノームでダイヤモンドクレバス。うーん わ冬です、ね、いやそうなんですよこの「ダイヤモンド・クレバス」イントロから入るこの音でもうじゃ宇宙に行っちゃうんですよねうん、うん、あでもわかるかも宇宙とか星空というかこれキラキラキラーって感じするよねそうそうそうキラキうキラキラそう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 かうそ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 うというかあの作品なのでそれもなんか連想させて。うんうんうん。この入りもいいよね <laughs> メインさんのね。 綺麗だな、綺麗だよね、神様に恋をしてた頃はっていうのも、うん、もうなんかどこをとっても宇宙連想させる。確かに壮大ですね曲だな。意外にサビがでもあれだよね、なんかこうガッツリ系だよね、うん。そうですね。うん、あの一番と二番でかなり差があるというか。ね、すごいな、綺麗ですね、うん。まあ宇宙にぴったりな壮大な曲でもあるかな。うん、聴いちゃうねこれは。そうですね。<laughs> これもずっと ずっと聞いてるんですけど、ちこれ知ったの高校の時かな。<ー>高校の時にうん、うん、マクロスフロンティアのあったのはそれぐらいかもね、<ー>ちょうど、うん、の作品に出会って。うんうん 曲がもう魅力的すぎて確かに全部ね特にシリルの曲は強いよねそうなんですよねあ柳天、うん、さんも宇宙とアニソンといったら宇宙で歌うマクロスは確かに鉄板ですねそうなんですよねすごいよねやっぱ宇宙で歌うっていうテーマありますよねマクロスのシリーズっていうと「<ー>フロンティア以降とかもやっぱりすごいなんか<あ> <laughs> いいぜひ YouTube 見てる方も 検索してバックで流しながら聞いていただけると思います。すね。いい曲だ。いやこれもあのもうこれを聞いたら宇宙だろうっていう感覚なので、もうこのテーマ決めたときに。 絶対にこれは入れよってなってましねるほど,るほどはいそんなストレートな宇宙を連想するストレートですね、はい、曲でございましたはでは早速1位の曲まおさんから、はい、お願いしますはいうずきまの宇宙を連想させるアニソンゲーソン第1位はフェイトゼロからカラフィナさんで満点うわ あーめっちゃいい,いこれもまた壮大ですね。あのね壮大なんか宇宙宇宙なんだけどなんだろう,うん、うん、満天の星空みたいな,なんかそっちかなタイトルの通り満天。 感じの満点じゃなくて、うんうん、ちょっとこうアニメのエンディングとちょっと連動してるんですけど、うそうそうフェイトゼロのあのー、何話かだけのこうエンディングなんですよね。そう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 。だからちょっとこうそのアニメ自体がちょっと暗くて重い重 <laughs> いシーンがめちゃめちゃ重いんですよね。<laughs> そ,うねそうかそうかじゃあそ,<う>その二話だけの特別なエンディングでやっぱ印象がすごいインパクトある、ね。いやもうねすごかったんですよ当時のその <laughs> えみたい みたいな、<ー>エンディング違うんや、ええー、みたいな。そうす、しかも二話だけっていうのがまた。そうなんですよ。あの、インパクトありますよ、ね。いや、そうそうそう、で、なんか、しかも、なんていうのかな、あのアニメの感じと、その歌の雰囲気がすごい合ってて。うんうん、ちょっと一見満点ってさ、ま前向きな感じするじゃん、なんか。そうそうそう。明るいのかな,な。そう、するんだけど、ちょっとなんか、こう、闇もあるような。<laughs> ちょっとこう宇宙 <laughs> みたいなちょっと変わったなんていうなんていうのが難しいんですけど、うん、ギャップがありますよね、うん、そう私の中ではちょっとこうガッツリ来るこうキラキラってした感じの宇宙ではないんだけどなんかあのそれぞれみんな心に宇宙があるよねみたいな,、うんうん、なんかそんな感じの曲ですね、うん、あ、まあましかもカラフィナさんっていうのがまた、うん、いやすごくいいそうですよねいや綺麗い,いや本当に めっちゃ好きめちゃ好きめちゃ好きめちゃ好きですほにこれはもう星空をやっぱイメージしますよね宇宙す広がる星空みたいなはいめちゃめちゃいいですであと個人的にやっぱ8分の6拍子もすごい好きなんでこういう三拍子系の曲が多いんでそれも好きですねああもう第1位にぴったりですねはいませんちょっとあの帰りにフル聴きましょうそうですね <laughs> はい、ぜひぜひ皆さんも聞いてみてください。<laughs> はい、ぜひはい、はい、ということで続いて、えー、川七海の「宇宙を連想させるアニソンゲーソン」第1位は「流星のロックマン」より「響美空」で「ハートウェーブ」おーあー。懐かしい。<laughs> 懐かしいこれも あの流星のロックマンっていう作品を知ってハマった曲なんですけどうん、うん、あのこのハートウェーブ実はフルバージョンがなくてえなあないっていこの曲のことそうですそうです,うです、えー、あのフルバージョンがなくて一番だけの曲なんですけどえこれ何挿入歌ってことじゃあオープニングテーマですえー、そうなんですよであのえっ、ー、とシリーズが2つあって 二つ目の曲も一番しか作られてないんですよ。えー、私は見つけたことがない、見つけられなかった。えー、本当に作られてないんだと思います。なんでだろう。なんいなんもうぜひ作ってほしいんですけどね。<laughs> ぜひき誰聞いてるかな <laughs>、えー、制作の方々。面白いね。ぜひあの流星のロックマンのうん、うん、あのシリーズも見ていただきたいんですけど、はいはい、この曲はあのまあ名前の通り流星のってあの名前がついてるんでうん、うん、宇宙の なんというか、えー、FM 星人とかがいるんですけどその FM 星人と、まあ、地球人の、えー、スバルくんっていう主人公がロックマンになって「あの地球守るぞ!」みたいな作品なんですけど、うん、この「ハートウェーブ」っていう曲もこの「流星」にぴったりな曲になってて、うんあのー、本当に、えー、とアニメの「 映像も、うん、今このサビが流れてるんですけど、そこにあの主人公が宇宙にこうやって浮かんでる映像とかが流れるんですね。宇宙がテーマのアニメってこと？そうなんです。<ー>だから言ったらギャラクシーですよね。<ー>ギャラクシーロックマンみたいな壮大ですね。そうですね。であのこの宇宙のを連想させるアニソンゲーソンっていう時もさっきのシェリルノームさんの曲もそうですけど。うんうんうん これ一位にしたいなって思ったんで、うんもう抜擢。こっちの方が一位だったなね、なそうなんですよ、なんかその楽曲とかもすごい均衡したんですけど、うん、なんか懐かしさというか。思い出補正がね、思い出補正がね。<laughs> がね流星のロックマンの、あのー。 ちょっとジャンプっぽいという。はいはい、あ、好きだよね。そうなんですようう、ね、なんか正体隠して地球守ってますみたいな主人公がとっても好きなんです。うん、なるほどね。そういうのを鑑みた結果、ちょっと僅差で。 1> 1位なるほどなるほど思い出補正もありつつも1位ということですね、はい、で響美空さんっていうヒロインが歌ってるっていうところもまたいいですねあなるほどじゃあキャラソンみたいなところもあるんだね、はい、そうですそうですということで1位に選ばせていただきましたいということで以上「うちを連想させるアニソンゲイソン」でした。皆さんんんのコメントを見てみまままししょううここばは少入りすとといでた、ま ブライブやっちさんやっちさんいいありがとうございますゆっくりしていてねゆなぎれんさん自分は映画,映画ポケモンの七夜の 願い星ジラーチの小さきものを練習あれめちゃめちゃいいんだよねいい曲あれめっちゃいい確かに確かにこれは小さきものはそれもあったないっぱいあるねこう考えるとそうですねあれもいい曲だね確かに確かに連想しますねなんか名都市で聞きたくなる小さきものはそうだねありがとうございますありがとうございますということで本当にいい曲でしたありがとうございます以上 勝手にランキングのコーナーでしたでは続いて曲紹介のコーナーナに移ります本日11月8日は「僕のヒーローアカデミア」の登場人物イレイザーヘッドこと相澤先生の誕生日ということで「僕のヒーローアカデミア」オープニングテーマより1曲お聴きいただきましょう。ポルノグラフィティテさんで The Day さて、エンディングのお時間となりました。早い、安定の早い。早い。安定の早い。早い <laughs> さあここで宣伝をいくつかさせていただきます。まずは CD 宣伝から、ええー、川浪美、ええー、全7曲入り、えー、カバーミニアルバムミーディファイングファーストメモリアルが10月30日に発売となりました。<ー>ええー、ブースとアマゾンにて発売中です。ぜひ皆さんチェックしてください。はいでは続いてマモさん、はい。そして私鷺木マオです。天体に憧れた魔女が星をめぐるというコンセプトのもとオリジナルシリーズを。 オリジナルシングルシリーズ <laughs> 1> 第1弾のシングル燃える月が同じく10月30日に発売しましたこちらもブースにて販売しておりますはいよろしくお願いします,しますでは続いてライブ告知ですねさせていただきますよ、はい、えまず川奈々美11月10日の木曜日秋葉原グッドマンさんにてライブバーストボリューム75に出演させていただきます、うん、え18時30分スタートとなっておりますのでぜひはい、えー チェックしていただけると嬉しいですはーいではまおさんはい私は11月24日の木曜日秋葉原グッドマンさんで秋葉の夜に歌う歌い集うボリューム4に させていただきますはい、ぜひえっ、ー、とツイッターなどで告知させていただいておりますので、はい、チェックよろしくお願いしますさあでは続いてモウさんレッスンの告知お願いしますはい、私はカツトがえ歌手と以外にボイストレーニングのコーチも行っているので体験レッスンも受け付けておりますのでぜひ興味のある方はお気軽に DM くださいはいお願いしますえ次回リフットラジオは11月22日火曜日17時から生放送でお送り いたします。はい、なんとゲストに私たちと縁の深い歌手の咲咲花 m o m o k さんをお招きしてお届けいたします。ももはい次回は咲咲花 m o m o k さんと一緒にアニメゲームのお話でぎゅふっと盛り上がっていきたいと思います。ぜひ楽しみにしていてください。はい、はい、ではということで今回も、えー、クリスマスのイルミネーションとともにお届けしました。<laughs> ありがとうございました。うした以上えと決まった川奈奈美でした。 さよなら,よならデュッフ,フーフー